いません。今日も可愛いのありがとう。アナさん。大富豪頑張ってるね。そう。大富豪ココちゃん大富豪頑張ってる。本当？なんか、そうあのチーム E でイベントチームあれイベントがあるんですよ今。だからチーム E で出たいので頑張ります。大富豪配信ですか？違います。9時から大富豪なので9時までに終わります。そう。こんばんは。頑張ってるかな。頑張ろうね。え、そうここちゃん逆にここちゃん推しがめちゃめちゃ頑張ってくれてて私はすごい嬉しいです。びっくりしちゃった。ありがとう。すごく嬉しい。すごい。そう。チームいい応援してね。大富豪9時からめっちゃ大事なんよね。イベント始まってからすぐに大富豪のコメント返ってくれたりして、え逆にすぐにイベント始まって大富豪してくれてるここちゃん推しが大好き。晩ご飯食べた？食べてない。なんかお腹空かない。こんばんは。こんばんは。そう、こんばんは。カラフルな星ありがとう。無理せずかも。そう、無理しちゃダメですよみんな。大富豪は無理しちゃダメ。ちゃんと休憩してやってください。そうタコ10個ありがとう。そうメンテナンス終わってからね、卵めっちゃ頑張ってるよね。なんかポイントの数がめっちゃすごかった。ありがとう、頑張ろうね。そうです、こんばんは、ありがとうございます。そう今日はそう、え今日からだったんだね。今日からですよ。まだまだ1ヶ月長いからね、頑張ろう。そうそうです。そうチーム E だったら誰のやつを入れててもいいんですよ。そうだからチームいい、いいで、そうです。長いからね。頑張ろうよ。くまさんありがとう。そうです。なんか毎月パパなどで、そうパパナを頑張らせたいけど。こんばんは、こんばんは。そうです。こんばんは、昨日のパフォーマンス可愛かったよ。あ、ありがとうございます。昨日も公演、サトカフさんの生誕祭だったんですけど、めっちゃ楽しかった。楽しかった。そう、サトカフさんってめっちゃ、そう素敵、そうセンターだったよね。里川さんがセンターですごい元気なのにめっちゃ何なのさ、レッスンできるんだろうって思う。マジ尊敬。うん、かわいい。こういうのやってみたい私も。そうチームのために頑張ります。ありがとう。ハタゴンさんと仲良さそうで何より。そうここちゃんは、そうハタゴンさん、ハナゴンさんよ、ハナゴンさん好き。そうです、そうです、鼻冠係でした。そうですよ、
永遠の17歳の怖さ。え、永遠じゃないですよ。今は17歳、来年は18歳、来年、今年は18だよ。え、なんかそう、ココちゃんも生誕祭あるんだなって思って、なんか緊張した。なんか自分の生誕祭もあると思ったらめっちゃ緊張したよ。緊張しちゃい、そう、やばくない？え、ココちゃんの生誕祭絶対来てね。そうですよ、絶対に入ってください。そう、あと、そう、あと、あの6月の8日、8日に女性限定公演もあるので来てね。そうです、年明け。え、ココちゃんは年明けじゃない？1回目の時そうだったから。ココちゃんの生誕祭の日は仕事休みだといいな。いや、休み取っといてそう、休みは取ってください。お休みならば必ずお休みにしなさい。そう、なのでその前に6月4日、ね、6月4日もあるよね。やばい、なんか結構最近めっちゃ公演出てるよ。最近公演めっちゃ出る。生誕祭今から楽しみ、楽しみ、やばいよね。あ、てかみんなに見せたいものある、見て、この T シャツ可愛くないですかやばくない？見えるね、これやばない？これ見えますか？これやばいでしょ。ちょっと忘れてた、見せようと思ってそう、こちらは覚えていますかこれちょっと多分あの、そう、やばいでしょココちゃんのファンの人が、ココちゃんのファンの人が作ってくれましたそう、すごいよな、岐阜の仲間たちが描かれた。そう、懐かしいよね、すごくかわいいの、ほらやばくない？これ、そう、かわいい、着てる。そうですよ、名前テストしちゃうよ、ココちゃんが。もう答えられん、ココちゃんももう忘れたかね、正直。個人的に、個人的にすごいね、これ。もう名前忘れた、私も忘れた、鈴木ココナちゃんもそう忘れちゃったなんかあったでしょ、なんかあった、なんかあったんですけど、一番のお気に入りは誰？え、こいつしか勝たんしょ、こいつやばい、これはやばい本当に。そして下は、下はね、今日いちごのね、いちごのズボン、今日はいちごいちごだぜ、マジで恥ずかしくねそう、今日はいちごを履いています。恥ずかしい、これはもう見せられないそう、え、なんかね、後ろはどうなってるの？え、そう、これ後ろはなんかある、後ろもねあるんですよ、見える？そう、かわいい。そうです、スクショしちゃったらダメだからね、かわいい、いちごかわいいよね、いちごはえ、これ、え、でも別にコンビニが
らいならよくない？これで全然いけると思うんだけど。全然 OK。 そう。誰もありがとう。な、名古屋駅、名古屋駅にいるでナルピーさんと遭遇したんだよね。そう、大好き。だるまとハートありがとうございます。そう、別に岐阜のねコンビニならいいんだよ。岐阜のコンビニはそう誰かに会っちゃうけど、てかコンビニ、岐阜のコンビニは同級生が働いてるからマジ恥ずかしいよ。そう、だるまとハートありがとう。そうだからダメ、恥ずかしい。酒屋のコンビニならいいでしょ絶対。酒屋とかのコンビニの方が絶対いいよ。そう、でででででで、ココちゃんと遭遇したい。ココちゃんと遭遇しよう。そう、え、コンビニでバイトってさめっちゃ難しそうだと思うんだけど、ココちゃんなんか難しそうでできんと思う。コンビニのバイトは難しそう。ピピピピピ、どうすんの。唐揚げくん、唐揚げくんでしょ。唐揚げくん頼まれたらココちゃん怒っちゃう。なんかあれも嫌や、発想みたいなやつ頼まれたらもう怒っちゃう。賞味期限切れた商品食べれるよ。それめっちゃいいね。そうだよね。発想はダメ。そうです、やばいね。賞味期限切れ食べれるわ、やばい。美味しそう、美味しいやん。ここちゃんコンビニの食べ物めっちゃ好きよ。高いもん。なんかさコンビニ行くとついついめっちゃお金使っちゃうからね、本当にあのスーパー行った方がいいよ。ふやけたあんまん、いや、ハートめっちゃありがとうございます。唐揚げくんつまみ食いしてお客様によく怒られてました。お客様に怒っちゃうの？そう、あのね、あ、今ね唐揚げくんのねごま油味みたいな、ごま油味みたいなやつがあって、めっちゃ美味しいから食べてほしい。感動しちゃった。その時歯めっちゃ痛かったの。歯痛いけど食べた、食い意地張って食べた。そう、お腹ほじほじ案件。そう、もうココちゃんもうあの感知しました。お腹感知したから。もうだるまありがとう。美味しそうだよね。本当にごま油神。ココちゃんとごま油協会、ごま油こう協会入りたいもん。ごま油大好き。本当に何でも合う。ごま油合わんものないよ本当に。ごま油かけたら何でも美味しい。ローソン行ってほしい。こんばんは。あかんちゃんおめでとう、ありがとう。もうなんかここじゃん、本当にもう先生に会えないと思ったらめちゃめちゃ悲しくなって、なんか本当に悲しくなっちゃった。なんかさここちゃんはさ寂しかったやんか、あのその一人で入院して誰にも会えなくて。でもそんな中さほじほじ先生と共に過ごした時間はやっぱり忘れないよね。そうなのに、ほじほじ先生めっちゃなんかもう大丈夫だねみたいな感じで、もうまあ冷たいよね。本当にあのほじほじも忘れないし、本当にあの
ね、感情深い、寂しい。そう、本当にね、本当に会えないの。ここちゃんはさ、こんなにも寂しがってるのに先生は寂しくないの？もう弱そうなバンドエイド、弱そうなバンドエイドももう貼ってません。そう、元気に、まあそう、元気になったってことやな。そうです、だからそう、今お見舞いダメなんだよ。お見舞いがあのコロナの影響でダメだから。そう、おめでとうってやつ、ありがとう、ハート星馬ありがとう。そうだよね。え、次のさ、ほじほじをターゲットにしてる先生は。そうだよね、だって先生はさ、ほじほじするのなんて日常茶飯事だからさ。先生怖っ。ほじほじされた人世の中にね結構いると思うんですよ。もうそのほじほじの気持ちがこんなにも分かる人はいないよ。本当にほじほじされてほしいな、みんなも。先生絶対次のターゲットを見つけてるわ。そう、絶対さ、今日もほじほじ、明日もほじほじだよね、明後日もほじほじ。そう、毎日ほじほじしてるんだろうな。え、なんかさ、みんなはさ、怪我した時とかさ、傷口消毒するのとかめっちゃ怖くない？めっちゃ怖くない？なんかでも想像してたのよりさ痛くないけど怖くない？そう、めっちゃ怖い。傷口を消毒だけは本当に無理。本当に血出るじゃないですか、怪我した瞬間。もう触らんといてって思うもんね。そう、しみるーってなってるね。なんでそんなちょっと嬉しそうなん。そう、今日親知らず抜いた時に、え、親知らず抜くのも怖いわ。もう何も食べれません。そうです、ホチキス抜くとき怖ー。え、怖いんだけど。頭縫ったけど全然平気、やばいわ。え、怖いよー、嫌だ、怖いね。え、そう、お風呂入るときもめっちゃ怖い。え、マジでもう触らんでほしいもん。親知らずあるよ。今は親知らずまだ生えてません。そうです。怖いよ。何、赤ちゃん用の食べ物食べてたの。柔らかい、あの舐めてたらいいおせんべいみたいな。そう、いや本当に怖っ。みんな怪我だけはしないようにね。そう、劇場でもさ、お見送りの時にさ、なんかつまずく人結構いるじゃないですか。もうめっちゃ気をつけてほしい。もう怪我しないかめっちゃ心配だから、皆さんお見送りの時はつまずかないようにしてください。そう、マジで危ないから。そう、つまずいたらね、危ないよ。そう、ココちゃんはいます。そう、あの椅子のところみたいな、危ない、メンバー見すぎてる。え、そういうこと？やっぱメンバー見るよな。そうです。ココちゃんしか見てないから。そう、じゃあココちゃんしか見てなくていいよ。
あとさあれよね、あのなんか謎のさ混雑みたいな、謎のさ詰まりない、なんか謎にさめっちゃあの入り口付近がめっちゃ詰まって、なんかでメンバー見てたら前の人と突撃みたいなあれも危ないね。そう謎の詰まりよ。そうそう、あの謎のね詰まりがある時はめっちゃお話ししてたんよ。こうちゃんあの鉄なの公園の時は出口側だったからめっちゃお話できてたイメージ。そうそう、お話できるからね。でも混雑すると、今日はな何を食べましたかって聞くのそう、混雑中はおしゃべりポイントだったけど今おしゃべりできんからね。そう詰まった方が嬉しいだよね。そうお得だからね。そうあ面白い、めっちゃなんか、ね、そう密だからね、ダメ。待って、今日はそうめん食べ、そうめんいいね、めっちゃお腹すいた。今日はあんまりなんかね、お腹にいいもの食べたいからそうなので、そろそろ終わります。やばい、9時からみんな大富豪だよ。ね9時からはあのここちゃんもあのどんどんやっていくからたまたま会えるかもしれんけど、10時半からのやつもあるからね。10時半からはあれか、何5分間隔で、最後が57分だよ。イエーイ。ということで大富豪お願いします。チームE頑張ろう、E頑張ろうね。はーい、イエーイ。ということで最後にランキング読みます。はい、57位がリアルなパンダ、ありがとうございます。そして13位がトイレ、トイレの人ありがとうございます。12位がイケてる人、ありがとうございます。11位がヨットン、ありがとう。10位が浴衣ココちゃん、ありがとう。9位がうさぎさん、ありがとう。8位がこれ何、マージャン、マージャン、ありがとう。7位がカツメリタン、ありがとう。6位がクロミちゃん、ありがとう。5位があ、いや、あ、キャノティ石川かの、ありがとう。そう、ケイムちゃん、ありがとう。4位がこれ何、4位なんかやべえぞ、やべえぞ、ありがとう。3位が卵、ありがとう。大富豪ありがとう。2位がたこ焼き、ありがとう。そして1位が猫ちゃん、ありがとう。すごい、1位、イエーイ。はい、ということでありがとうございました。配信見てくれてありがとう。なんか今月はマジで配信と大富豪をできるときはしていきます、めっちゃということでブーンお願いします。最後にブーン、はっはっ、イエーイ、ブーン。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。大富豪よろしくお願いします。バイバーイ。